瀬戸康史の動画。ここめっちゃ向けた。よし、レール一本できた。あともう一本あります。はい、私今使ってたドライバーこれだったんですけど、これね辛すぎるんで、このなんかハンドル付きのこのちょっとドライバー、これちょっと使ってやろうと思います。本当にしんどくてちょっともう皮むけちゃったんで。おお、楽だ、すげえ楽だこれ。最初からこれ使えばよかった。もうちょっとだ。はい、とうとうできました。10時55分から始めたんで、55分かかりました。瀬戸康史の動画。はい、今ねこんな感じでひっくり返ってる状態なんですけれども、ここから立てる前に、ちょっと気になった点があったので、今のうちに言っておこうと思います。構造としてはですねシンプルで、レールを2本つけて、そこに横からこのね足を入れるっていう構造なんですけど、なんかねここの、このレールカバーみたいなやつが、足カバーみたいなのがあって、これ横からガコッとはめたんですけど、ここら辺のねなんつうのかな、このほらこのレール自体がもともとここのバリがすごくて、この引っかいたらちょっと傷、怪我しちゃうような、ここのすごいこう金属のバリが出てるんですよ。こういうところの処理はちょっと甘いですね、かなり。でここ僕はあのドライバーで思いっきり叩いて入れたんで、これなかなか入んなくて、でこことか見てください、これね、これ何かっつうと、この足カバーが削れて上に盛り上がってボカって出てきちゃってるの、入んなくて、この足カバーがでかくて、まあスカスカよりはマシだと思うんだけど、これかなりこう叩き込んだからさ、プラスチックが削れてこの上に出てきちゃって、ここのとかの処理ね、足とかが当たっちゃうとようなところの処理はねちょっと甘いです。あとはこういうとこね気になるのは、まあネジでいろいろなんかこう机が丈夫になるように止めてるんでしょうけど、こういうところね気になるね、私としては木が削れてる感がちょっと出ちゃってるんで、ちょっとこういうところはね、ほらこう見た目がよろしくない、まあ裏面だからいいんだけど、ちょっと見た目がよろしくないですね。僕はこういうところはちょっと気になっちゃう。まあ使ってみなきゃ分かんないけどね。悲しいお知らせがちょっとあります。こちらのテーブル、これから立っててこっちに入れたいんだけど、このテーブルの奥行き、この幅80に対して、ここ、75です。75センチなんで、そのまま立ててこう入れようとしたら入らないだから、一回こう横にグリンってひっくり返して、この足の方からこうスッとこう横にこううまいことなって入れていかなきゃいけないっていうことが今判明しました。それではいきます。あー重い重いよこれ、めちゃくちゃ重いよこれ、マジで俺がスッていくかと思ったけど、重いこれ、重いなこれは、これはちょっと重いな、俺はちょっと工夫しないとまずいぞ。あーこれは家を傷つけたくない。重いこれ、持ち上げてこう持ってくの無理だわこれ。
これ無理だわ、これ無理だわ、腰やっちゃうんで。何してんだよ、俺何してんだよ。あ、なんかパチンとか言ってんだよ、大丈夫。瀬戸康史の動画。はい、こんな感じじゃない、こんな感じ。でもロッカーはどうしようかな。腰一応下入るね。これ無印のロッカー、無印のロッカーは一応下入りますね。で、俺この椅子座って、あーでもいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いい、ちょっとやっぱりマックの目線が自分の目とこのモニターのあれが一番、こことここが目線が合わなきゃいけないんでね。だからもうちょっと上にして、こんなもんか、もうちょっと上。俺が結構座高を上げないとやっぱ対応できないんだから、こんな感じですね。いいじゃない、ここはやっぱかなり広くなって、ああいいわ、いいいいいい、ああよし。で、最後ちょっとマックプロだけ持ってきて。はい、置いてみました。奥行き80、幅160のモデルでございます。とにかくですね、組み立てるのが大変です。何が大変かってね、ネジ締めが大変です。なので、これをまあ購入して作ってみようかなと思う言っている方はですね、ドライバー E の棒のじゃなくてちゃんとこうハンドルとかで回しやすくなってるやつを、用意しておいた方がいいです。それかまあそういうのがめんどくさいので、多分インパクトでもう電動式のやつでやっちゃってもいいですし、とにかくネジ締めが大変です。あとその後はこいつとにかく重いんで、でも重いっていうことはそのテーブルが揺れるか、やっぱちょっと揺れるっちゃ揺れるね。ほらわかる、揺れるっちゃ揺れるわ。結構揺れるな。揺れるじゃん、これ。意外なほどに揺れるな。意外と揺れる。意外と揺れるの。ほら、こいつブランブランになっちゃってる。あ、結構揺れます。おい。僕これ買うときに頑丈だって言われてるけれども、この足の構造4本足じゃないんですよ、こいつ。 T 字の足になってるじゃないですか、こう1本があってこうなってる、これがなんかこう揺れる原因になってるっていう、風に指摘してる方もいてですね、僕もなんか心配はしていたんですが、うん、揺れる揺れるわ。しかも1本真ん中に1本だから、このこっちに荷重を 重さをかけたり、こっちの重さとかにこう極端な偏った重量に弱いっていう意見もあったりとかして、一応試してみようと思って、でもまあかっこいいから買ったんだけど、ただ4本足じゃないからここが足が抜けるんだよね。これがすごくいいですよね。これがすごく4本足だとここで足ぶつかっちゃうんで、そういう意味でもまあいいかなと思ったんだけど、まあでも業務作業に差し支えが出るほど揺れることはないけど、私が今まで使っていた無印のパイン材のテーブル、あ、でもまあこっちも揺れるわ。これに比べたらまあ丈夫っていうことで、まあしばらく使ってみてね、まあこんなの気にしちゃって仕方ないんで、使っていくうちにどうしてもこれ気になるということがあったら、紹介していきたいと、いちいち報告していきたいと思います。ただね、僕はね、無印の前回の処分したデスクで気になってたバリの部分はちゃんと処理されております。ほら、こんな感じでね、ツルツルのなんかちょっとゴムかな、わかんないけど、ちゃんとこの側面はこうやってしっかり処理されてるので、ここはガリガリ向けてくるってことはないと思います。無印のやつはね、これなってなかったの。まあ、こんな感じでしばらく使ってみたいと思います。ってことで以上、瀬戸康史によりますファントーニ、GT シリーズ買ってみたという動画でございました。疲れた。じゃあの静江さんが作ってくれたお昼ご飯の焼きそばです。
このガラージの机でね、初めてやることはしずさんの焼きそばを食べることです。はい、いただきます。うん、うまい。うまい。